片思いでもいいからそばにいてほしい君。シネマストリート、島岡さん、え、ま、真面目に始まった衣装地味かなうわうわとか言って衣装地味かなってなんかオチがあるのかなって思いながら、なんか どういうなんかもう一つなんかあるのかなって構えちゃったの。だいたい何も考えてない。いつもどうしようどうしようって言ったら本当に考えてないんですよ。そして口から出まかせが来るんです、第三の自分が。皆さんこんにちは、お元気でいらっしゃいますか。お口の恋人岡村陽一です。ご機嫌いかがですか。島岡みのぶです。大谷さんは負けました、はい、一回もマークに勝ったことないんだってね。ね、日本ホームで出たから、まあマークも貫禄っていうところで6勝目ですね。今のところ貫禄はトランプさんの方がある感じですね。まあそうじゃないと困るでしょう。人生も倍ぐらいやってますからね、倍ぐらいですよね。だって分かんないでしょ、年齢34ぐらいって言われてますね、ぐらいっていうのがすごいですよね、はい、なんかでももうちょっと腹割って話せないのかな、でもよく考えるとさ、はい、ムンジェインさんと、トランプさんと、キム・ジョンウン、はい、北朝鮮、さん、一番国のトップの経歴長いのはキムさんなんですよね。国のトップに行った時間が長いのはね、まあでもあれが違いますけどね、キャリアがね、その前のね、その辺のニュースが気になってて、それで今ほら日大のアメフト部と両方が出てくるでしょ、はい、そうすると不思議なのはマスコミって同じようなことだと思う。ちょっと前まで山口メンバーがいたでしょ、はい、ね、みんな同じような比重のように思っちゃうんですよね。さて、米朝会談ですがっていうと対等のことのように思ってしまうんですけどね、僕初めどうでもいいと思ってたんです、あの二人の話は。でも自分に関係ないもんと思ってたけど、なんか今の日本のまだ依然と続く古い体質のものありますな、要は、最初のなんか最初のことに辻褄を合わせようとすると、うまくいかなくなっていくという例じゃないですか、そうですね、司会者のキャラクターで演じてるのすごかったですね。ダースベイダーに見えてきちゃって、びっくりした。なんかみんなさ役者みたいじゃない、あの理事長から何かが濃いですね、このここまで割り役っていうのが、いやいやもう関係ない、もう打ち切りますっていうのもなんかドラマを見てるみたいになってて、僕まずっとここで言ってるんですけど、はい、現実がドラマ追い越しちゃって脚本が困っちゃうぜっていう、思うんですよね。どうしたらいい、司会者とは何ぞやっていうのが結構ほらいろんなところで語られてたから、私たちよく司会者という仕事をしますよね、まあ、やっぱり会見打ち切りとかああいうことはしてはいけないなと。本当はね、司会者って立場は低いんですけど、何か段取りが違うと司会者が悪いっていうふうになっちゃうけど、もちろん仕切らなきゃいけない時もね、当然ありますけどね、あれはすごかったな、いろいろありますね、はい、マスターオブセロリモニーですから、 MC って本当は全部のトップなんですよ、はい、そこに行くともう大野博美のこの間の司会、はい、岩槻映画祭の代表版ですよ、あそこで上映した大野博美主演の短編映画が20分ぐらいですかね、あれがすごく今評判になってて、僕も見てないんですよ、はい、それで鶴田のりお監督が見に行ったんですよ、わざわざ大野博美、それで岡村さんなんで来なかったんですかとかってメールが来ちゃって、いやあれはすごい、どんなの、いやそれは言えないですよって言って素晴らしいですね、博美ちゃんなんとか見せてくれないかなと思った。やっぱ映画監督とはこうあるべきっていう、こうあるで映画監督が褒める映画って見たいですよね、というわけでございまして、話はつきませんが、今日は第1部は、お母さんの曲を、CD がやっと届きましたので、僕の大好きなお母さんの曲を4曲、大ヒット曲からおかけしまして、そして、初めてかもしれないですね、本の著者、字幕に愛を込めてっていう本が出ました。映画のワーナーのね、ワーナー映画の字幕ずっとやってらっしゃった、小川雅弘さんをお迎えします。第2部は、川村、長則監督に久しぶりに来ていただいております。お楽しみに。では、お母さんの曲から。朝岡幸治、雨が止んだら。朝岡幸治さんで、雨が止んだら、ちょっと今思い出話をしておりました。朝岡さんのね、素敵な人でしたね。大好きでした。この方も、なかなか。素敵ですけど、最近映画でもうすごくいい役をやって、街行く人にも声をかけられちゃう、もう映画出てた人ですね滝巻種巻の子な、はい、滝巻種巻です、
ましたあ、もう今日は岡村さん、レインボーカラーですね、うん、すごい、ね、あの他局の色じゃないですか本当にね、ネットで1600円だったあら、まあ、素敵買ってしまう、1回ぐらい着ようかなと思って、うん、いや、とてもいいですよ、うん、こういうの大体乾燥機入れると S になっちゃうんで、もう着れなくなっちゃうまあいいです、そうそう、今日ね、あのご紹介するのは、うん、女と男の観覧車っていうウッディアレンの新作なんですけれども、うん、その遊園地のカラーはそんな感じでしたね、さっきはね、あの大野ひろみにね、うん、原宿のアイスクリームみたいなシェイクアイス、ね、ショックで立ち直るのに5秒ぐらいかかりました、なんか大盛りアイスみたいな、すみません、うんね、さあ、はい、ウディアレの新作、はい、うん、女と男の観覧車、はい、あらすじです。かつてのにぎわいは薄れたとはいえ、多くの人々が行き交う1950年代のニューヨーク、ね、はい、コニーアイランド、遊園地のレストランでウェイトレスをしているジニーは、窓の外にすぐ観覧車の見える心休まることのない部屋で、回転木馬の操縦係を務める夫のハンプティと彼女の連れ子と3人で暮らしています。ゼップとの間の子リッチーは頻繁に学校をサボり、またあちこちに火をつける火遊びを続け、ジニーの悩みの種でした。かつて駆け出しの女優だったジニーは、愛する夫がありながらも共演者と深い関係になり、それを知った夫が自殺したために、彼女も絶望から女優を続けることができなくなった時、妻と娘を失ったハンプティと出会い、共に孤独を癒し合うように夫婦になりましたが、しかし彼に対する愛情が芽生えることはありませんでした。そんな中、実はジニーは夫に隠れてライフガードのアルバイトをしている脚本家を夢見る若い男性ミッキーと付き合っていたのです。彼はジニーに燃えるような恋を与えてくれるだけでなく、彼の脚本でもう一度女優として復活させてくれるのではないかという期待を彼女に抱かせます。平凡な毎日に失望していた彼女には、ミッキーとの未来を夢見ることだけが人生の光だったのです。しかし、ある日突然、二十歳でギャングと駆け落ちして音信不通になっていた夫ハンプティの娘キャロライナが現れたことから、全てが狂い始めます。キャラクターがね、うん、すごいよね、みんなこの抱えてるものがすごい、なんか人生を感じちゃいますよ ね、 すね。このジニーを演じるケイト・ウィンスレットは、もう破滅的な女の業を嫌になるほどリアルに迫真の演技で見せてくれます。もうなんかね、タイタニックのあの頃から随分時間経ちまして、うん、演技派になりましたね。ちょっと体格も良くなって、あ、そうですね、年齢的に、そうそう、だからそういうちょっとマダムっぽいっていうか、まあ、マダムっていうかお金持ちではないんだけれども、うん、なんかね、女性の持ってる嫌な部分を次から次へと塩を吸い込むように見せられるんです。なんか生々しいですね、マッキーが言うと。そうなんだよね、すごい、見ました。うそう、それでね、なんかね、こういう部分もあるよ、隠してるけどあるわみたいなのをね、こうね、次から次へとこう、あの、出されて、もうね、いても立ってもいられないような気持ちになるんです。見てる間ずっとね、心のどこかがね、ざわ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 ってしてるんです。あ、でも40代ぐらいの設定ですかね。そう、40代ぐらいですよね。でもそれでいてね、もうね、ぐっと引き込まれてしまうんで、うん、もうなんかね、見終わった時はもうなんか何とも言えず、こう、疲れちゃうっていうか、ね、切ない、やりきれないものが残って、女と男ってみたいな。そう。ウディアレの言葉言っていいですか。はい、どうぞ。観覧車からの眺めは壮観だが、いつも同じ場所を回転しているだけで、どこか別の場所に行くことはできない。観覧車はロマンス、美、そして究極の虚無感の象徴だ。さすがウディアレ、天才。さすがです。もうね、それでも一言で表されているんですけど、いろんなことがあるけれども、結局ね、何か人生って私たちもいろいろあるじゃないですか。はい、うん、で、ほら、言ってみれば、ま、あの、満足することってまあないのかもしれないけれども、うん、でも一つ一つ少しは満足してね、あ、こういうこともあったからよかったなって思っていかないと、うん、かわ、あの、ぐるぐる回転回転して、また戻って、また戻ってみたいなね。ジェットコースターとも違うんですよね。違う、ぐる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 なんですね。ゆっくりゆっくりゆっくりなんですよね。パッと目には変化わからないけども、確実にちょっとずつ動いてる感じ。そうなの、うん、そうなんですよ。それでこのね、ジャスティン・ティンバーレイク、まあね、ミュージシャンとしても有名ですけども、彼がストーリーテラーの形でこうカメラに向かって
今日僕は海岸で会ったよみたいな話とか、そういうやり方なの。アニホールみたいな感じになってきましたね。そうそうそう、なんか懐かしいやり方じゃないですか。うんうん、で、ほら、バックの音楽もなんとなくこう、昔。スイングジャズ。まあ、ずっと腕上げ好きですからね。そうそう、そうなんです。50年代で。でも、始まった途端からね、黒いところにそのタイトルロールがまずちょっと出て、後ろスイングジャズで、うん、なんか、いや、なんかちょっとそういう昔のロマンティックなコメディみたいな、ちょっとそういう感じの。小粋な感じ。小粋な感じ。じゃない。と、そう、始まるのかなと思うと、もうね、全然、まあ、ドロドロ、ドロドロとまでは言わないけど、ざわざわ。みんないろんなことがね、みんないろんなことがもう絡まっててね、いい意味でとっても期待を裏切られるっていう感じです。言い回しがうまい。はい、うん、そうなんですよ。うん、でね、もう一つ私がすごく良かったのは、このハンプティの娘のキャロライン、キャロライナを演じたジュノーテンプルっていう子が、ジニーと対照的で、すごい素直で無垢な娘を演じてるんです。うん、まあね、でも二十歳でギャングと駆け落ちしちゃうっていうのが無垢っていう、そう、無垢ではないのかもしれないけど、ちょっとなんか追いかけられてきちゃったりね。そうそう、追いかけられて、この彼女がすごくキーなんですけれども、可愛くって、衣装もすごい素敵で、私実は昔のアンティークバービーのコレクターなんですけども、え、そうだったんですか。そうなんですよ、バービーがね、お洋服着てる、そうそうそう、大好き。知らないですか、竹脇自身がバービーなんです。そうなんです、実は、そうなんです、うん、実は僕なんか親しいから略してバーちゃんって言ってます。そうなんです。コレクションみたい、バーちゃんなんです、はい、そうなんです、そのね、バービーの衣装にもなんかこう似てるっていうか、着せたいなみたいなやつ、うん、でほら昔ってこう胸をすごく出した、いやだね、セクハラ、そう、谷間を、そう、谷間をすごく強調して、ウエストもキュッと締まって、うん、そういう衣装なんで、うん、そうですね、そう、すごくね、うん、そこも見どころですね。うん、これはね、ちょっと女として若い人には若い人なりので、私たちみたいなバービーにはね、バービーなりの、あ、そういえば私孫にバビーって呼ばせてるんです。すごい、今日の映画女と酒の観覧車、これウッディアレンは今年12月1日で83歳です。いつも言いますけども、このウッディアレン83で、クリント・イーストウッドが87ぐらいですかね、うん、このもう本当に60年代ぐらい50年代ぐらいから頑張ってる人が今もアメリカ映画のトップにいて、監督をやってるというのが、しかも脚本、監督全てで2人とも年に1本ぐらいは作ってますよね。すごいですね、すごい、私も映画4年もかかっちゃダメですね。頑張ります、年に1本シャキシャキやります。今年はね、大野博美主演の映画を撮ろうと思ってて、楽しみですね。あんたはね、うさんくさい中国人のね、プロデューサーの役ですから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、女と男の観覧車、はい、公開は、公開は6月23日丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国公開です。はい、たきまき種まきのコーナーでした。ありがとうございました。たきまき種まきでした。朝岡幸次、いつもなら、ここで聞くの初めて。土日もやってるし。あ、私ですよ。向かい側はアップル歯科クリニック。いい声。初めて聞いたの。アップル歯科クリニック。林さんと二人で。最後55分12秒。マイクはどのくらいまで近づいたの？あ、そんなに近づいた。拳二つぐらい。あ、大丈夫ですね。拳2つです、皆さん、マイクは、はい、でもし近づいてよければ私の方でちょっと動かしたりとかしますので、うん、はい、はい、ラジオは初めてですか？そんなことないですでもないですね。そうですね、はい、お昼放送は川崎 FM79.1MHz です。毎週月曜日の午後1時から2時は岡村陽一のシネマストリート第1部、2時から3時は第2部をお届けしています。インターネットのサイマルラジオ、リッスンラジオを通じて世界中の皆様にお届けしています。毎月最終月曜日はいつも DVD ブルーレイの紹介で、元ワーナーホームビデオの鈴木信孝さんに来ていただいて、現在は、日本フォトツーリズム協会の鈴木でございます。ね、いろいろいろんなソフトが今出てますから、はい、ああでもない、こうでもないって言ってるんですね。今日はちょっと、
違うんです、はい、鈴木さんからご紹介ください。素晴らしい方をお迎えしております、はい、私以前、まあ、ワーナーホームビデオ、うん、ワーナーブラザー映画に、うん、勤めておりましたけども、はい、その時の尊敬すべき大先輩が、はい、もう会社はリタイアされてるんですけど、うん、素晴らしい本を書かれたので、はい、読ませていただいたらぜひ映画好きの方には読んでいただきたく今日ゲストで来ていただきました、うん、この方です。紹介します、はい。字幕に愛を込めて、私の映画人生半世紀を書かれました小川雅弘さんです、はい、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。小川さんはもうこの本がすごくてね、どう言ったらいいんでしょうか、付箋を貼ってしまいましたけど、ね400ページぐらいあるんですけど、あります、ありますね、はい、これはあの小川さんの字幕に愛を込めて私の映画人生半世紀というタイトルなんですけど、まさにこの、小川さんのこの映画人生がギュッと詰まっているという、はい、関わられた映画だけで、うん、半本ぐらい、2000本っていう、2000本ですね、はい、はいはい、制作とあとも字幕、30年間とおっしゃいましたよね、そうですね、はい、実際46年ワーナーにいらっしゃったんですけど、うん、まあ、制作責任者になられて30年間、そうですね、後半の31年間でしたね、はい、字幕の翻訳から何から そんなそれだけではなく、うん、時にはそのフィルム、今はちょっとデジタルになりましたけど、フィルムの缶を全部持ってですね、アメリカから飛行機乗って、はいはい、なんかすごいスパイ大作戦みたいな感じですね、乗ってもうギリギリ間に合うかどうか日本の風切りに運んだっていうね、はいはい、でその缶1個なくしたらどうするんだっていう大変な、そうでしたね、すごい責任ですから、はい、あれはね、そのくらい時間がなくてされたからですね、うん、持ってこられたっていうのは、うん、あれはね、それ、まあ、それも理由の一つですけど、もう一つあのスピルバーグの AI の話だったんですね。AI はい、ありましたね。彼らのあの映画に関しては絶対に秘密信用を、うん、貫いて、はい、で字幕翻訳からそれから、プリントの大量生産から、うん、本来は日本でやるところ全部アメリカでやると、うん、日本には一切ニュースを知らせないということで、うん、しょうがないから話が飛んだんですよね、うん、それで字幕の向こうで字幕をチェックして、もうそれこそフィルムから湯気が生えてるようなあの出来たてのファイルのプリントを、うん、濡れてたらしいですよフィルムが乾いてなくて、うん、うん、両手にかかる約30キロ、はい、それをジュラルミンケース、ジュラルミンケース、ジュラルミンケース、スピルバーグの野郎って思って、そうです。で成田空港に着いて、はい、そこからタクシーでワーナーの視察に運んで、はい、そこでもうジャーナリストがもう今から今から待ち構えて、はい、最初の視察だったんですよね。そうです、いや見る方はそんなこと知りませんからね。そうですよね、はいはい、小川さんが缶持ってるのをテレビで見たことありますか、うん、取材されてましたね。そうです、そうです。それずっとテレビ局が追ってたって追ってた、そうです、それですごい宣伝になりますよね。なんなん、見る方はスピルバーグでしょ、うん、で元々はこれスタディ・キューブリック監督がねやろうとしてた企画で、うん、で、ね、でまあちょっと日本の鉄アトムと似てるような部分もあります。ロボットの話でしたけどもね、はいはいはい、未来のね、この頃の AI っていう言葉は分かんなかったけど、うん、今は普通に、そうですね、なんだろうって思いましたね。そうそうそうですね、すごいですね、やっぱりね、こんな分かりにくい映画のタイトルはあるかとか。これを読ませていただいてですね、はい、いろんな感銘受けるところがあったんですけど、うん、私はそのビデオのお仕事をしていて、うん、宣伝とか営業ですから制作ではないんですけど、うん、今映画館に行くと字幕は横に出るじゃないですか、うん、横文字、まあ、下の方にね、下の方に、下の方に、昔は縦に出てたんですけど、うん、そう、横にされた方なんですよ。そうです、あれは抵抗ありました、その時は。いろいろ言われました。いや、特に言われなかったですね。う、うん、でも、やっぱりやってみて、ああ、やっぱり横の方がいいなってことはだんだん分かってきて。そもそもなぜそうされたの、うん、それはですね、まあ、趣味と実益じゃないですけど、まず一つは、あれですね、私あの、映画部門の仕事ずっとやっていて、でそのうちワーナーホームビデオ、はい、ノブさんのね、はい、それができまして、ビデオ部門をやることになりまして、でその時どういう裏方作業をするかというと、それまで圧倒的に映画というのは縦字幕だったものですから、うん、ビデオというのはもう最初は横ですから、そうするとそれをですね、翻訳者さんの原稿を縦から横にリライトっていうんですけど、書き直しをしなきゃいけないんですよ、うん、それがもう手間は大変だし、リライト料を払わなきゃいけないし、はい、で私の至上命令はボスからの至上命令はできるだけクオリティのいい字幕を入れて、しかもコストはできるだけ安く抑えろと、どうしようか、そうか、最初からもう映画の方を自分は横に書けばいいんだ、うん、それでひらめきまして、それで始めたんですよ。パソコンとかスマホとか普及して横書きが今普通になってきましたけどね、うんうん、その遥か前ということで、うん、そういうこと、ね、昔の映画館ってこう角度があんまり客席なかったじゃないですか、はい、フラットな、はい、だから横だともしかしたら前の人の頭がかかっちゃったりするかあったんで、今はものすごいこう斜面が全然問題なく、そうですね、ここで環境が良くなったと。そうですね、でビデオだとテレビで見るので、うん、その縦字幕だとすごいスペースがちっちゃくて、うん、それをたくさん撮っちゃったら絵にかかっちゃったりする、うん、そういうことこがあったもあったんで、ビデオは最初から横だったんです。わざわざ変えてたんだ、うん、変えてたんですよ、うん、そうなんですね、うん、
で、そのやっぱりサイズ的にも例のシネスコサイズというのがね、はい、だんだん増えてきたので、はい、横長ですと縦字幕で10時なんて 1行がね、はい、それは横は13時まで入りますんで、これは大きいですね。大きいですよ、本当に大きいですね。でこれ今字数の話が出ましたけど、はい、まあ、英語と日本語ってもう本当に違う言語で、はい、むしろ英語と中国語の方が近いだろうと言われている、はい、まあ、今もう今更その本当の専門家の方を前にいるの言いにくいですけど、例えば私、僕、うん、俺、うん、自分、全部愛ですからね、向こうはね、言うだって、お前、君とかね、言うのも全部言うで、そこが違うし、あと、僕が聞いたのを、聞いた範囲で申し上げると、その、実際に喋ってる英語と、その、字幕は、半分ぐらいでないといけないっていうの、本当でしょうか。いや、もう半分よりもっと少ないですね。大体3分の1ですね。それで全部意味も分からせて、泣かせて笑わせるわけでしょ。そうですね。これは至難の技ですね。そうですよね。うん、だから字幕翻訳っていうのは、確かに翻訳ですけど、うん、ちょっとこれ特殊芸ですね。うん、すなわち、正確に訳すのは誰でもできるんですけど、英語できる人だったら、それを字幕用に3分の1縮めるために、言い換えたり、元の意味言い換えたり、それから、取捨選択といって、英語でいっぱい喋ってる中で、これは本筋に関係ない、これは捨てる、これは捨てるで、コアの部分を選び出した取捨選択ですね。うん、それからまた、中には全体的にギューッと詰めて凝縮する。うん、凝縮、言い換え、そして取捨選択。こういう作業を、一本の映画大体1200枚から1500枚ぐらいあるんですけども、それ全部について一時やっていくわけですよ。うん、和田誠さんってイラストレーターの方が書かれた本で、お楽しみはこれからだって、これは素晴らしい、ありますね、本があって、これはまあ、お楽しみはこれからだというのは、そもそも映画の名セリフについて、第3巻まで出てるんですけども、これ、You ain't enjoy enough っていう、アルティルスの物語で言った言葉で、You ain't enjoy enough は、まだ十分に楽しんでいないというふうに多分、まあ、ですね、意味なんだけど、これをお楽しみはこれからだって訳した。だから字幕は凝縮する、しかも、うん、目で見る方が記憶に残るんですね、耳で聞くより、うん、なのでいわゆる名セリフがそこで生まれたっていうことが出てきますけど、うん、まさに意味を変えないで今のあれは言い換えてますよね。言い換えてますよね。浸ってきますよね、そんなね。すいません、小川さん の、 存在なんですけども、うん、例えば小川雅弘さんというのが、はい、字幕をする人って私たち認識してるのとも違うじゃないですか、うん、戸田夏子さんとも違うみたいな。そうですね。だから、うん、小川さんっていうのはこの私たち日本の映画界、うん、字幕の世界においてどういう存在の方なのかっていうのをもうちょっと分かるように説明していただいていいですか。はいはい。じゃあ、一言で言うと、まあ、字幕制作プロデューサーですね。プロデューサー。プロデューサーですね。したがって、戸田さんなんかは字幕翻訳者で。はい、で、私がやっていた仕事というのは、ざっと言いますと、それこそフィルムに関する、字幕から、ゆりかごから墓場までじゃないですけども、本社で新作の映画ができます。まずフィルムを送ってくる。それを通関といって税関を通す。そして今度はまずそれを見て、日本でそれをやるかどうか、商売になるかどうかを決める。そしてやるとなったらば、今度は私の仕事になりまして、翻訳者を決めて、戸田さんとかいろんな方々がですね、この映画の内容はこの人もいいなっていう、ワーナーではね30人ぐらい使ってたんですよ。他の会社はそんなに使わないものの、戸田さんとかせいぜい 2,3 人だったんですね。安全牌だった、はいはい、私はできるだけやっぱり翻訳者にチャンスを与えたかったんで、うん、有能 だと思う人は全部どんどん使って、でまずは翻訳者に頼む、で翻訳者に翻訳を上げてくる、でそれを翻訳の上がった原稿を見て、原稿の段階でまずチェックを入れる、ここはちょっと分かりにくいよとかね、ここはもう少し別の言い方があるんじゃないかとかね、いろいろやりまして、だから私の仕事っていうのは翻訳者と翻訳に関して言うと共同作業ですね。できるだけいい分かりやすい字幕を作るため最終チェックもお母さん、うん、そうですね、やりますね、はい、時はぶつかることもありますよね。もうありますよね、ありますよね。ぶつかった冴えたるもの なんてな、例のフルメタルジャケットとかあの辺ですけどね。その話はちょっと後にしまして、どうしても話さなきゃいけないのがベンハーなんですけども、なるほど、はい、その前に曲を、さっき小川さんと知り合ったばっかりで、この曲は何ですか、この曲だと朝岡駅お別れしましょう。映画会社が抱えてる、じゃあちょっとベンハーの話を、はい、わかりました。それはないですかね。土日もやってるし、向かいが笑う。それなんだけど、動物新社さんみたいに、自分の会社で翻訳者を抱えて、翻訳者を紹介すれば、自分のところに字幕を入れれば、そういう総合会社がありますからね。これでモニター撮ったら、土日もやってるしが一番残るっていう。でもそうだよね、きっと配信もね、土日も。動画配信サイトのモビックスです。
こっちよりはうまいですよ。まず僕歌うとき撮って、今日3曲歌う予定なんで、それぞれで切って歌う。短い歌ですから。今日は字幕に愛を込めて、私の映画人生半世紀という本を出されました。元バーナー映画の小川雅弘さんに来ていただいております。さあ、鈴木さん、はい、ベンハの話をしましょう。はい、私はワーナー映画のビデオで21年いたんですけども、うん、まあ、小川さんとの関わり合いっていうのは、私は売ったりとか宣伝なんで、直接は、まあ、ないことが多かったんですけども、ある時にアメリカ本社から、フィルムを、あるフィルムを送るから、それを劇場でかけてプロモーションしてほしいと。それはエルビス・プレスリーの映画だったんですけども、ライブですよね、エルビス・オン・ステージの。あ、はい。で、それを、まあ、当時は、グループ企業にワーナー・マイカルさんという会社があったので、その方と相談して、劇場この番組の初代スポンサーです。そうですね。相談して、やらせていただいたんですけども、私も、だったらば私がかけたい映画があるので、古い映画があるので、それをフィルム送ってくれませんかって言った作品がベンハなんですね。はい、で、ベンハ来た時に当然字幕が入ってないなんですよ、うんうん。で、ビデオのグループ、まあ、小川さんとか映画もビデオ両方ともされていたので、うんうん、小川さんとか頼みに行って、うん、なんですが、もともとベンハって MGM っていう会社さんで、ワーナーではないので、小川さんはタッチされてなかった、はい、けれども、まあ、小川さんすごく興味がある作品なので、うん、ぜひやりますと、やっていただいて、ものすごい字幕が多いですよね。3時間40分くらい長い。聖書の話をね、そうです。で、また後で出るかもしれません。小川さんは、牧師さん、キリスト教の聖職者でもあるんで、聖職者でもあるので、聖職者で。聖職者であるので。いや、聖職者に資格はあるんですか。あ、そうか。なんで、今まですいませんでした。ということで、小川さんにその字幕を入れていただいて、それを実際にワーナー・マイカルさんの劇場でプロモーションとして何度かかけさせていただいたんですよ。で、やっぱり、まあ、あれは私ビデオの仕事でしたけど、やっぱり映画はスクリーンで見たい気持ちがすごい強かったので、小川さんにやっていただいたおかげで、まあ、劇場で見れたということで感謝しております。はい。ありがとうございます。まあ、実際の正確に言うと、これは本ビデオ時代に、おっしゃったの、ワーナーがやる前の、ワーナー、どうですか、ビデオやってたのは。ワーナーパイオニアです。パイオニア。パイオニアさん時代にですね、岡田さんとおっしゃるプロの方が。岡田真嗣さん。そうです、そうです。あの方がやって役があったんですけども、私はそれを全体的に見て、やっぱりここはもう少しね、直した方がいいということで、かなり修正をして、やらせていただいたんですけど、私もですね、もちろん、ベンハーは劇場で公開された時に見て感動したんですけども、クリスチャンの端くれでしたので、でもそれもまさか自分ができるようになるとは、これは本当にワーナーのね、制作時代でも思い出の一本ですね。巡り合わせですね。巡り合わせですね。この本全体について言えることは、我々が欧米の映画見るときに、はい、びっくりするぐらい、キリスト教文化というのが、元にあるんですね、はい。本当にドンパチやってるギャング映画のようなものでも、はいはい、ふっと誰かが言う一言が聖書の一節だったり、はい、でそれが僕らわからないし、うん、ましてや、字幕で翻訳したらわからない。うん、で、この場ちょっと一言で言えないんですけど、小川さんがやってらっしゃることの一つはですね、うん、例えば、まあ僕が一つの例ですけども、知ってるヨハネの福音書、はい、ヨハネによる福音書の中の一番最初が、はい、僕が読んだのは初めに言葉がありました。はいで、まあ、いろいろ言葉を神でしたって出てくるんですけど、これは、初めに言葉ありきの方が、聖書らしいんですよね。というようなことを結構やってらっしゃいますよね。これで今の人でも通じるだろうということで。そういうことですね。そうですね。実際これを拝見して、もともと、そのキリスト教の、まあ、資格をお持ちだったの聖書者、その話を伺っていたんですけど、これ実際字でですね、読みますと、こんなに、やっぱさすがアメリカの映画なので、うん、賛美歌だったり、うん、聖書が下敷きになってるものがあるんだって、うんあるんですね、びっくりしました。あそうですよね、全くわからない、知らなかったの。この本はだから全部、表の、一覧表のようになっていて、はいはい、原文があって、岡田さんという方の、ね、役がこうでしたよ、うん。それを小川さんがこう訳しました。うん、それはなんでかというと、こういうことなんですよ、とか、はいはい、いろんなことが、はいはい、まあ、書いてありますね。そうなんですね。ありがとうございます。すごいです。はい。今おっしゃっていただいたことは私にとってみて一番嬉しいことでして、それに気がついていただいただけで、この本を出した価値があるという、まあそんな、それのものでありまして、まあそれやっぱりどうしてそれができたかというと、本当におっしゃるようにですね、普通の人は英語を聞いてもね、かなりわかる人でも、まさかこれは聖書の言葉ってなかなかわからないんですよね。私の場合には聖書を日本語でも英語でも読んでますんで、はいはい、セリフを英語で聞いていてピンとくるんですよ。あ、これだ。で、それを捉えたと。そう。で、そこの箇所を
あの翻訳者のことをどう訳してるかで見ると、結構ね、かなりあのあらすじ言ってるんですけども、これは本当はこう違うんだなというのがありまして、そのニュアンスはね、そうですね。でも時にはこれ強烈なこと書いて、これは翻訳ってはっきり書いてある、ある場合もありますけどね。大役みたいになってるので、うん、これ見て思ったのはロゼッタストーンみたいですよね。あれは違う言語ですけど、はい、はい、いや本当に、うん、この役に対して小川さんはこうしましたっていうのが、はい、もういろんな作品についてね、はいはい、していらっしゃって、だけど私たちほとんどの場合が、うん、一つの洋画を見るときに一、うん、人の役者ね、翻訳の方が訳したものを字幕として、うん、はい、見るわけですもんね、はいはい、その責任たるや、そうなんですね、重大ですよ ね、 そうなんですね。例えばね、この52ページに、はいはい、こういうセリフが出てきますね、はい、原文が、まあ、これ短い、はい、簡単なもので言いますと、はい、原文は Have pity on him、うん、pity は、まあ、残念だみたいな意味だと思うんですけど、うんうん、岡田真嗣さんの役はかわいそうよ、うん、これ女性の、ね、セリフですね、うん、言ってる。小川さんの役はお慈悲よ、うんうんうん、こっちの方がなんかグッときますよね。ああ、そうですか、うん、はい、もう少しあの大きいことを捉えて話してるような、うん、キリストの、うん、そうですね、そうですね、あのゴルゴさんの十字架に向かうところですね。そうですね、はい、そのようなところが出てきたり、はいはいはい、そうですね、本当におっしゃるようにね、あの例えば燃えよドラゴンなんてね、あんなカンフー映画の中にもちゃんと聖書言葉が出てくるんですね。あれはどういうセリフでしたっけ、ね、あれはね、あのあれですよ、最後にあのあれですね、ジョン・サクソンをですね、うん、あの最後の自分のあのハンっていうものすごい少林寺拳法達人がいて、はい、彼はあのもうすぐ腕は立つんだけれども心のねじ曲げたら破門されるんですよね、うん、はいはい、で彼は自分の世界制覇を夢見て、うん、世界中からそのカンフーの達人を選んで試合をさせて3人選ぶわけですよ、うん、でそのうちの1人はジョン・サクソンだったんですけども、うん、彼の腕、彼がいかにこの人間が非常になれるか、うん、非常じゃないと悪のあれなれませんからね、うんうん、それで自分の飼っていたあの猫をですね色地に乗っけて、お前この線をあの紐を引けるかと、引けたらばお前は俺の部下にしてやるって言うんですよね。でその中に実は私はそんな度胸はないよというセリフの中に I'm a man of little face、 私そんな信仰はないよという、ね、それが出てくるんですけども、それをね、リトルフェイス、リトルフェイス、小さい信仰、小さい信仰、フェイス、フェイス、フェイスTH、 ああ、はい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 、そうなんですね、うん、はい、それがまさに聖書の言葉で、それは実は聖書の中でキリストが弟子たちを叱る時に、お前たちは信仰がないなと、おお、You man of little faith って言って叱ってたわけですよ。それが文字通り出てきたんで、これやっぱりずばり信仰というやつが分からないなって、そんな感じなんですよね、はいはいはい。まあ、そことを採用に、私実はクリスチャンになったのがワーナーに入って翌年だったもんです、ほぼ同時だったもんですから、うん、私その時感じたのは、字幕の親子の仕事をするようになって、よし、私の使命は、ミッションは、あの、字幕を通して正しい聖書とキリスト教を伝えることだ。私にとってのミッション、ポッシブルだったわけですね。それは、あの、あの、できました。あ、できました。よかった。できました。本当に感謝でした。はいはいはい。その今の交渉の話の後に非常に汚い言葉が出てくる、うん、あの映画の話をするのは何ですか、うん、ここでじゃあフル問題のフルメタルジャケット、ああ、これは、僕らが知ってる範囲でついこの間ね、はい、あの日本語でブルーレイの紹介させていただきました、ブルーレイが出ましたので、あのいわゆる、テレビ局で放送しようと思ったら、うん、これは放送できないよ、あまりにも言葉が汚いので、だったんですが、でじゃあどんなに汚いかというのを僕ら見て、うん、島岡さんも見て、ここでその一部ですら言えないぐらいエグい言葉を使っていたと、ラジオでも ピーみたいな世界でしたけども、ね、まあこれはまあ、アメリカの言葉でも相当すごいでしょうけど、うん、日本語にね、うん、訳すとまあそうですね、で、まあ、これスタディ・キューブリックっていう人も ものすごいこだわって、うん、とにかく自分の家から一本も出ないような人だったんですけども、こだわりこだわってやってて、初めはあのさっき話に出ました、うん、戸田夏子さんがやった、はいはい、それで戸田さんっていうのはあの女性なんですけど、割と平気で汚い言葉とか、うん、じゃんじゃん出てくる人で、うん、ぶち込むぞお前とか、うん、てめえの何が欲しいんだみたいなのを言える人なんですけど、うん、でも戸田さんとはやっぱ合わなかった、うん、いやそれでも足りないってキブが言ったんですよ、うん、それでもまだまだやむ生ぬるいっつって、ね、それで、原田正人監督に変わりました、そうですね、これはどうでした、苦労しました。裏方が。これはね、簡単に言うと、まあ、ベトナム戦争の、うん、に行くっていう兵隊の、まあ、トレーニングをする、うん、トレーニングをするのが、鬼教官が、ここまで亡くなりましたからね、はい、あの、俳優としても出てらっしゃる、はいはいはい、本当の教官やってた人、うんうんうん。で、で、まあ、ある前半が、まあ、訓練のところがあって、うん、ちょっとあることが起こって終わって、パッと後半が、ベトナム戦争のシーンになるんですけど、うんうんうん、その軍隊の鍛えるのと、うん、もう要するに、弾丸飛び立うところだから、うん、もうなんか F で始まる言葉とか、うん、いろんなものが普通に出てくるっていう、うんうんうん、
どのぐらいが一番大変でした、うん、そうですね。やっぱりその共感の言葉がもうとんでもないね。人格を否定するっていうのも。パワハラとかいう、もうレベルを超えてますよね。超えてあるんですよね。それで、まあ、原田監督は、キューブリックが、彼のですね、あれは、スターウォーズかな、うん、なんか演出したのを見ていて、この人は使えると、うん、もうその時は知っていて、彼の方からキュービックの方から原田を使いたいと言ってきたんです。ああ、そうですか。で、原田選手も直接の彼は英語できますから、うん、直接は差しで話をして大いに共鳴してやりましょうってことになってね、やったわけですよね。でそれで原田さんと私会って、で字幕翻訳は初めてでしたので、おおよそルールを説明して、うん、それこそ3文字1文字だけダメですよと、それから1秒間の間に3文字ないですよと、いろいろ話をして始めたで、原稿が上がってきた、はい、あっと驚く食べ物じゃないですけども、何ですか、大体ね、こちらが期待していた字数の大体半分、倍ぐらいあるわけですよ。彼もそれは字数の足りない、少ない人がダメだと分かってたんですけども、分かっていながらまだ倍だった、うん、そこで私がですね、原田さんも私、字幕一つ、あれもね、1500ぐらいあったんですけども、一枚一枚について、これじゃ長すぎます。お客さん読めません。うん、せっかくあなたが努力してやっても、読めなきゃどうしようもないでしょうということで、うん、一時一時削る作業を延々とやったわけですよ。うん、でも彼も譲らない。やっぱりね、ちゃんとキュービーからお墨付きをもらってますから。顔突き合わせて。そう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 。でやって、なんとか落としどころを、なんとか設けてですね、やった。で、やっぱり最後残ったのが、やっぱりその4文字言葉ですよね。税関という言わないでくださいよ。はいはいはい。はいはいはい、税関と、それから税関はもう絵の方ですけども、絵で MHC が全部修正しなきゃいけないんですけども、日本には英輪ってことがありまして、英輪は字幕まで見ますから。うるさいんだ、これがまた。英輪さんの OK を取らないと、いくらキュービックが OK しても字幕に出せないわけですよ。だから英輪さんに行って頭を下げて、ね、これはかのキューブリックのね、これ以上のキューブリックの特別のあれですので、特別扱いしてほしいと、とにかく、うん、これを普通の言葉にしちゃったら、この映画の価値がなくなるんですと、はい、やったんですよ。でも英輪の方は、じゃあやらなくていいよっていう立場ですもんね。そうですよ、そうですよ、うん、そうですよ。まあ本当に苦労しましたね。英輪の時はどういう感じだったんですか、その英輪の皆さん、うん、まあでもね、やっぱりその英輪さんは最終的には映画のね、やっぱり価値っていうのをちゃんと認めてくださいますから、最終的にはそこまでおっしゃるならということで、それこそ特例で認めていただいて、ね、じゃあ最初の英輪の態度を歌にした曲があります。この浅岡幸二、振り向いてもくれない。朝岡幸二、振り向いてもくれない。さあ、字幕に愛を込めた私の映画人生半世紀という、これはですね、イーグレープというところから出ている本ですけど、はい、小川雅弘さんの、字幕人生を、いろいろ語ってらっしゃる映画、もう何千本、2000本、はい、でいろいろなこの大役表とかが出てるんですけども、まあでもそのフルメタルジャケットで散々揉めた結果、はい、キューブリックの遺作になりました、はい、アイズワイドシャットでは何も言わなかった、うん、ほとんど。そうなんです、表紙抜けしちゃいましたね。あれこそセックスを扱った映画なんで、うん、そうなんです、大変なことになるかなと思ったら、そうですよね、うん、はいはいはい、そうだったんですね。映画完成して4日目ぐらいに中止なさったんですよね。そういう思い出の映画でしたね。心臓麻痺で休学になって、うんうん、僕は日本最初の試写会っていうのは同じ99年のもう終わりがけ11月か12月かにあって、うんうん、東京国際フォーラム A ホールであったんですね、うんうん、でキューブリックの作だと思う、それで、トム・クルーズとニコール・キッドマンが来たんです、うんうん、それで 僕なんか自分キューブリック大ファンなんですよ、もっと あの国際フォーラム A ホールの、うん、一番前の真ん中だった席が、うん、こんなことなかなかないでしょ、うんうん、で通訳は戸田夏子さんですよ、うんうん、なるほど。で戸田さんと目が合っちゃって、戸田さんがちょっと会釈してくださいって、でトム・クルーズ、あれなんだっていうので、俺を見て、俺もそんだけ、あ、死んでもいいぐらいに思ったんですけどね、それはちょっと余計なことですけど、思い出がありますけどもね、もし、一番思い入れがある映画、もうちょっとあるとしたら、何でしょう、うん、この中で。そうですね、やっぱりちょっと、それこそ、うん、後書きにも書きましたけども、うん、どうも宗教を見て恐縮なんですが、いえいえ、うん、やっぱり私の中で一番、さっきのベーハーとともにですね、うん、まさか自分ができると思わなかった、つまりワーナーの、劇場ではワーナーがやらなかった作品で、偉大な生涯の物語、キリスト教のね、キリスト教のね、うん、あれがやっぱり、あれがやらせていただいてよかったなっていうのが、うん、だからこの映画の本はですね、
3部に分かれて、最後3部がその2000本の中から125本を取り上げて選びで選んだ。選んだ。で、これも特に工業的に当たったっていうことはもちろんですけれども、やっぱり制作裏方としていろんな苦労のある、思いエピソードのあるものを中心に選んだんですけども、その最後にそれを載せていただいたんですが、まあ、マックス・フォン・シドーというね、うん、スウェーデン出身の監督がキリストに扮して、やったんですけれども、これやっぱりビデオになりまして、あのところはユナイテッド映画もね、はい、あのホビーでできることになったんで、で、そのリストの中に偉大な昭和の物語を見つけたときに、わーあった出たと思ってね、本当に感謝しましたですよ。マックス・フォン・シドーはあのスウェーデンのもう名優で、あの皆さん一番よく知ってるのはエクソシストの、あのアクアバライシの役、あるいはあのルバート・レッドフォードのコンドルっていうので、これもなんかあの、はいはい、ドイツのスパみたいな役で出てました。そうですよね、本当に、はい、もっと言うとベルイマンのね、映画でよく主役主演をやってた、ね、方ですけども、ね、彼がキリストに扮した。僕はこれ見ました。はい、で、そうですか、これで本当にここに書いてある通りですね、今358ページの、385ページのことを申し上げております。はいはいはい、3時間20分の映画なんですけど、はいはい、目で見る聖書みたいな感じですね。本当おっしゃる通りです。本格的なものがよくできたなという。おっしゃる通りです。うん、あの頃はね、私がこれ訳した頃は、1980年代でしたので、はい、もちろんパソコンもなければ、今ね、いいソフトもなければ、今だったらば英文ポッていると訳がさっと出てくるんですけども、はい、で、全体のキリストのセリフのね、もう8割、9割が全部聖書の言葉なんですよ。だからこれは頭の中にその聖書が入ってないと絶対に訳せないでして、でこれがアーナホビーズでやるって分かった時、私はもう日本代表に直訴して、私に翻訳をさせてくださいって言って、私は普段はあのプロの翻訳者の方を監修する立場なんですけども、これは私がやらせていただいて、本当にあの感謝でしたね。あの初めから終わりまで、それで本当にね、あの聖書の言葉が、脚本もまた素晴らしくて、うん、聖書の順番の通りじゃないんですよ、うん、本当に映画的にですね、例えば聖書の中では三条の水訓といって、はい、キリストがかなり初期の頃に話した言葉が、なんと映画の中ではキリストの最後の十字架の言葉で出てくるんですよ、うん、ね、明日のことを思い煩うなとかね、有名な言葉、そういうあれがあってですね、本当にこれはあの我が人生で思い出の一本でした。皆さん聖書パラパラと見たことあるでしょうか、うん、ローマ人への手紙、コリント人への手紙とかやって、うん、普通だとローマ人って読んでしまうんですけど、うん、この人っていうのが、うん、いわゆるそういう考え方をしているという、うん、いいんですか。で、この、で、その、小川さんの役では、うん、例えばこれは、パリサイ派の人だっていう、はいはいはい、役を変えたと分かりやすいようにね。そうですね。うんうん、パリサイ人っていうと、なんかね、そういう人種だと思われていけないので、うん、これはパリサイ派というキリスト教の一派ですよと、ユダヤ教の一派ですよと。まあ、そういうところに、細かいところに気を使ってやりましたですね。うん、島岡さん。いやね、やっぱりあの、フルメタルジャケットのあの、あたりの本、非常に面白かったんですけども、うんうん、あのね、本全体から伝わってくる熱量がものすごくて、うん、あの私の父とほぼ同い年なんですけど、あ、この若々しさに圧倒されますね。ありがとうございます。そしてもうあの最初の方にはいかにその映画好きな少年がもうあの時代どうやったらその自分の得たい職業にね、うん、作んだか、最初はね結構涙のねあの東北から出てきて、ね、単なる映画好きでなかなか罠だってスッと入れたわけじゃないんですよね。最後に拾ってもらったんですよね。そのあたりもね、はい、なんか楽しかったです。冒険物語みたいな。ありがとうございます。これ映画撮れます。ね、本当ですよ、ね。小川雅弘の物語ですよ。本当に。だって今なんかでもなんか全部ほら、もう手のひらのスマホの中で全部もう、就職も何でもかんでも分かるような時代だけど、うん、そうですね。本当に小川さんが生きてきた時代って素敵だなっていう。はい、ありがとうございます。なんか本当にいいあの反省を送らせていただきました。ね、で、ワーナー辞めて、ちょうど10年になるんですけども、私もワーナーが辞めて、もう散々ような仕事したらこれで終わりだと思ったんですけど、うん、どっこい、まだやることがあるよってことで、今、ね、でもね、映画に関わってるんですよね。はい、今度やっぱりキリスト教的な観点から映画を読み解くとこ、なんかいろいろなあの、ね、講座をやったりとか、そうですよね。うん、それからあの明日のトドナースクさんを育てるために、うん、あの字幕学校でも教えてますし、はい、私としてはやっぱり生涯現役で、はい、この若さをね映画で保っていきたいなと思ってますけどね。映画館にはいらっしゃるんですか。さすがにね、なんかちょっと遠のきましたけども、うん、でもあのビデオなんかで見てますけども、あの一言でこの本を言えって言ったら、うん、簡単に諦めるなっていう本だと思う。あ、それでもう一つ言わせていただくなら、これ戸田さんもよく、戸田奈津子さんもよくおっしゃってることなんですけども、うん、字幕を志す人、あるいは映画のね、映画好きな人、うん、この
英語が大事だと思ってる人がすごく多いんですけど、うんうん、日本語が最も大事だと。日本語どれぐらいね。おっしゃる通りで。で、僕と、まあ、島岡さんもずっと長いこと、もう20年もここで日本語喋ってるんですけども、はい、日本語についてなんか思ってることありますか、最近。まあ、まあ、本当におっしゃることでね、うん、日本語はやっぱり言葉で生きてますから、はい、やっぱり本当に言うと、しかもそして映画に出てくるセリフというのは、うん、一番最近の映画ですからね、うんうん、もちろん内容によって古いものになりますけどね、うんはい、だから古いものは古いものに先ほどおっしゃったように、ちゃんと文語体でピシッと訳す。だから今の言葉は今の言葉で、しかも分かりやすく訳す。映画のいい字幕といったら、これは1にも2にも分かりやすい字幕と。なんせ、瞬間勝負ですからね。瞬間で分かる言葉。それとともにやっぱりね、日本語という美しい言葉の感性をね、やっぱり、ね、字幕を通して伝えたい。ね、本当にそう思いますね。やっぱり日本人のメンタリティにピタッとくる、心の近世に触れるような、そういう日本語で訳せる赤い人、字幕翻訳者に育ってほしいですね、はい。あと、映画をご覧になるときに、特にこういうことを注意してると面白いよみたいなことございますでしょうか。まあ、これはやっぱりね、この本を書いた目的もあるんですけども、まあ、本当にどんな映画でも、やっぱり映画って、ね、欧米の文化ですから、絵画とか音楽と同じね、やっぱり底辺にはやっぱりキリスト教としてというか流れているんだということをやっぱり認識してくださって、でやっぱりそれがね、見ていて、私この本を読んで、あ、これかっていうことがね、分かっていただけると、うん、ちょっとそういう、聖書の世界に親しんでいただけると、うん、私としてはもう、妨害の喜びですね、そこにね、別に宗教どうこうっていうことじゃなくて、ね、はいはい、キリスト教の文化をちょっとでも知ると、うん、なんていうかな、より深く世界が見えるような、うん、なんか池田明さんみたいですけど、うん、はいはい、そんな気がします。芸術も全部そうですもんね。うん、そうですよね。やっぱその辺の文化、僕らの中に入ってますからね。そういうことですよね。と思います、うん。字幕に愛を込めて私の映画人生半世紀。この本をですね、1名の方にプレゼントいたします。ありがとうございます、小川さん。はい、宛先はこちらです。ファックス044-711-1400、メールは kst@川崎fm.co.jp、川崎 FM 岡村陽一のシネマストリート、字幕係でお待ちしております。鈴木さん、どうぞ。お願いします。いやー、映画って本当にいいですね。っていうのは、その最後の、うん、最後の小川さんお話しあった、伊沢翔の物語の時の、翻訳としてのペンネーム、うん、水野義彦さん。義彦さんですね。はい。というのを見てですね、映画って本当にいいものだなと思い出しました。じゃあ、小川さん、最後のお願いいたします。はい、そうですね。本当にこの映画、欲張って400部超えましたけれども、まあ、これは本当に映画ファンの方にはより映画を面白く、で、うん、また翻訳者を目指す方にもね、本当にいいヒントがいっぱい詰まってますので、はい、いろんな立場の方々が、クリスチャンの方もそうでない方も、本当に映画っていいな、人生の糧になるなということをね、この方を通して少しでも深めていただければ、本当に感謝です。はい、はい、字幕に愛を込めて私の映画人生半世紀、皆さんぜひお手に取ってお読みいただければと思います。今日は著者の小川雅弘さん、そしてその話題が時代の後輩の、はい、鈴木信孝さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。またありがとうございました。ありがとうございました。この曲の後は歌います、本間照子、私のパートナー。いや、どうもありがとうございました。ありがとうございました。